ベッルーの県は以下の通り。アウトはオーストリア領を示す。マルモラーダ32001年の国勢調査に基づく居住地区別人口統計よれば人口5000人以上の都市、集落は以下の通り。うちは所属コムーネ名を示すが都市、集落名と同一の場合は省いた。ベッルーの県には69のコムーネが属する。主要なコムーネは下表の通り。 左端の数字は、ISTAT コードを示す。人口は2012年1月1日現在。ベルーノ・フェルトレレゴ53040048、コルティーナ・ダンペッツ・ォ・メル・リマーナ右の地図中の番号は、コムーネの ISTAT コードした3桁を示す。下表に掲げた主要なコムーネのうち、地図中に名称を記さなかったものについては、番号を、太字で示した。 21世紀に入って以降以下のコムーネ島配合が行われている。ベルーノ県北東部はイタリアにおけるメガネ産業の集積地である。イタリア国内におけるベルーノ県へのメガネ生産の集中度は75%に達する。1878年、アンジェロフレスクーラ・ラガ・カラルツォ・リカドーレにメガネ工場を建設したのが、 ベルルーノ県のメガネ産業の始まりで、当時貧弱な工業しかなかった、この土地に地場産業として根付いた。1998年には、大企業から零細工房まで合わせて930のメガネ生産企業があった。2000年代における、イタリアの4大メガネメーカー、ルックソーティカ、サフィロ、デリーゴ、マルコリンはいずれもベルルーノ県が創業地であり、 県内に生産拠点を持つ。4大メーカーは自社ブランド生産を行うほか、高級ブランドのメガネの独占的なライセンス生産を行っており、また買収により有名ブランドを参加に収めている。1990年代末以降の国際競争の激化の中で大メーカーが輸出、販売を拡大する一方で、中小企業、零細工房が淘汰されて、 企業数は減少している。ありがとうございます。